ジャミロクワイはイギリス出身のアーティスト。バンド形態をとるが、リードボーカルの JK のソロユニットであり、ジャミロクワイは K を中心としたユニット名であると、同時に K のステージネームでもある。1992年にデビュー後、インコグニート、ブランニューヘビーズ、ガリアーノ、コーデュロイ等の1980年代のロンドンを本拠地とした面々と共に台頭。以降その音楽活動は、ポップ、ソウル、ジャズファンク、ロック、エレクトロニカ等ジャンルを限定しないもので、個性的な音楽的立ち位置を模索してきた。世界中で3500万枚以上の売り上げがある。シンガーソングライターの JK がバンドを従えて、1992年にデビュー。アーティスト名は、アメリカインディアンのイロコイ族にちなみ、バッファローの角が生えた少年のロゴとともに、K が考案。当初より、レコード会社が契約したのはバンドを除外した K のみであり、契約上は、ジャミロクワイという名のソロアーティストであるため、K カズトが前面に出て、ジャミロクワイ自体の責任を負う。バンドメンバーは K に雇われる形で、バンド形態を成している。K 曰く、ジャミロクワイがバンドというのはコンセプト。一作目のシングルリリース以前から現在までに、すべての楽器パートにおいて、バンドメンバーは入れ替わっている。1987年頃からドラムマシンのみでギグをしていた K が、最初帰曲、ナチュラルエネルギーをほんの数枚プレスした1989年の時点で、バッファローマンのロゴは存在し、すでにジャミロクワイ構想があったことが伺える。リジリド奏者のウォリス・ブキャナンはその頃から側にいた友人であった。K らは発掘したレアグルーブで踊る当時のクラブシーンに浸るようになっていた。1991年、K がアシッドジャズレコーズに歌のテープを持ち込み契約に至る。そこではすでに界隈でミュージシャンとして活動していたニック・バンゲルダーが紹介され協力するなど、アシッドジャズの人脈を上げたバックアップが得られた。また、BNH メンバーを含むシーンのミュージシャンたちをも率いて、ノーマン・ジェイやジャイルス・ピーターソンの DJ クラブイベントなどで、ライブやオリジナル曲を披露することができ、評判となっていった。本格的にレコードデビューするにあたり自前の奏者が必要となり、もともとはアシッドハウスで活動していたキーボードのトビー・スミスは1992年、パンクバンド歴のあるベースのスチュアート・ゼンダーは一作目のシングル、いつになったら気づくんだいのリリース以降のオーディションで、それぞれ引き入れた形である。アシッドジャズレコーズから1992年にリリースされたシングル、いつになったら気づくんだいは、ロンドンのクラブシーンに強烈なインパクトをもたらした。結果ジャミロクワイは、新人としては、異例のアルバム8作の契約を、ソニーミュージックと結ぶ。そして1993年に1作目のアルバム、ジャミロクワイ。続く1994年には2作目のアルバム、スペースカウボーイの逆襲をリリースする。1996年に発売したサードアルバム、トラベリング・ウィズアウト・ムービング・ジャミロクワイと旅に出ようは、全世界で700万枚、日本で140万枚を売り上げ、ジャズファンク系バンドのアルバムとしては最大のヒット作となった。最も売れたファンクアルバムとしてのギネス記録バーチャルインサニティでは、米グラミー賞の最優秀ポップパフォーマンス賞、デュオ、グループ賞を獲得している。1999年にフォースアルバムシンクロナイズドが発売される。ハリウッド版ゴジラのサウンドトラックアルバムに含まれたディーパーアンダーグラウンドの流れを組み、歪んだサウンドの打ち込みやシンセベースを用いる方向性を伺わせたアルバムとなった。また、前作の大きな成功の後ゆえか、ベースのゼンダーが権利と立場の不満を表明しつつ、リリース直前で離脱した。彼との紛争を避けるため新たなベーシストで録音をし直し半年遅れの発売となるなど、リリースは波乱を含んだ。それまでレコード会社によるプロデュースを突っぱね自分のバンドを誇示してきた K だが、続くフィフスアルバム、ファンクオデッセイでは、ソロアーティストとしてのジャミロクワイが模索され、DJ やディジリドのパート、アルバムのインストゥルメンタル曲がなくなった。クラブやホールで親しまれた生のアシッドジャズ、バンドサウンドとは異なる新しい電子的な音は、より大きなアリーナやスタジアムで観客を踊らせ、フューチャーファンクサウンドの先駆けとなるものであったが、従来からのファンの間では、当時、物議を醸した。盛況のワールドツアーで、精力的にライブ活動を行う中、2001年9月11日に、ライブのため滞在していたニューヨークで、同時多発テロに遭遇。それが影響したのかどうか、2002年に家族との時間を持つためとトビー・スミスが脱退することになり、2005年に発売された6作目のアルバム、ダイナマイトでは、ファーストアルバム時とは全て置き換わった、バンドメンバーとのアルバム制作となった。2006年に、初のベストアルバム、ハイタイムズ、シングルズ1992から2006を発売。オリジナルアルバム6作、ライブ DVD1 作、そしてこの新曲2曲を含むベスト版1作の計8作を数え、ソニー BMG との契約が満了した。その後、ライブ活動はしつつも、K がヘリコプター操縦免許を取るなどの充電期間に、2009年にユニバーサルミュージック傘下のマーキュリーレーベルと契約を結び、2010年11月に7作目のアルバム、ロックダスト、ライトスターを発売。長期に及んだロックダスト、ライトスターツアーの後、ヴィンテージロックテイストを取り入れた前作とは反転して、エレクトルファイク色を強めた8作目、オートマトンが2017年に発売された。2017年10月、作曲における長年の音楽業界への貢献と影響力を称えられ、当年度の BMI プレジデントアワードをJK が受賞している。受賞壇上では自身の結婚を公表し、同年4月に逝去したトビー・スミスに賞を捧げた。どこまでがバンドメンバーで、どこまでが次元的なツアーサポートスタッフであるかは定かではない。フロントマンの JK を中心とした集合体である。バーチャル・インサニティはアルバムトラベリング・ウィズ・アウト・ムービングのヒットとともに、日本各局のラジオチャートでも大ヒットを記録し、J-WAVE の TOKIOHOT100 では番組史上3曲目となる10週連続1位、FM802 のオサカン HOT100 では現在も番組最長記録となる17週連続1位を記録している。また、動く床と戯れるように歌うKの姿が強烈なインパクトを残すプロモーションビデオは1997年のBMTV ビデオミュージックアワーズで4部門を受賞している。当楽曲はその後も2010年頃には日清食品カップヌードルのテレビ CM で使用され、2017年10月にはトヨタ自動車カローラフィールダーの CM ソングにも起用されている。日本でのテレビ露出は NHKBS では初期の来日ライブが放映されるなどしていたが、地上波では1990年代のフジテレビ系、子供番組ウゴーゴルーガの ED に採用されたのが初めてになる。1997年頃、ソニーの MD の CM イメージキャラクターに起用され、フジテレビ系、ヘイヘイヘイミュージックチャンプに出演したり、2004年6月頃から、ドワンゴの色メロミックスの CM に、K 自ら所有するフェラーリと共に出演したりした。日本文化好きとしても知られ、ロンドン市内の双方にあるカラオケラウンジ、ラッキーボイスにたびたび訪れている。2007年よりカーオーディオメーカー、クラリオンのイメージキャラクターに起用され、K が出演するイメージビデオを制作。映像はそのまま CM として日本の他アメリカでも放送され、2008年も引き続き同社のイメージキャラクターとして CM に出演した。2010年11月24日、プロモーションのために来日。日本テレビ系、スッキリで生出演し、新宿で開催されたアズールバイ、マウジーのオープニングレセプションにシークレットゲストとして登場。日本では自身初となるストリートライブを行った。2012年には、サマーソニック出演のため来日。K の体調不良のため、大阪会場出演がキャンセルされ、東京会場のみの披露となった。2017年5月予定の単独日本公演が、K の急性椎間板ヘルニアのためにキャンセルされ、振替公演が9月に日本武道館で刊行された。コラボ全盛時代のアーティストにしては極度に少ない。要望はあるが、合意形成の煩雑さから避けている傾向がある70年代のブラックミュージックからの影響を強く受けている。母が好きでよく聴いていた70年代のギル・スコット・ヘロン、ロイヤーズ、スティービー・ワンダー、アース・ウィンド・アンド・ファイヤー、ハービー・ハンコックなどがちょうど80年代後半から90年代にレアグルーブとして再評価されていた。主にソニー時代は過去の名曲の選曲と引用のセンスを楽しむアシッドジャズムーブメントの DJ ワーク的な流れを組んでいる。中でもファーストアルバムはニック・バンゲルダーのレアグルーブレコードコレクションの趣味に傾倒していた影響が顕著。影響元の開示に躊躇はなく、K の好きな楽曲を集めたコンピレーションアルバムも2枚出ている。レートナイト・テイルズ・ジャミロクワイまたマイケル・ジャクソン、不法時には特に彼のオフ・ザ・ウォールに影響を受けたと追悼している。ダフトパンクのことはファンだと何度も述べている。ファレル・ウィリアムズ、カルビン・ハリス、デュア・リパ、シザ、タイラー・ザ・クリエイター、ジ・インターネットなど。またザ・1975のマシュー・ヒーリーは、ビデオやステージセットにジャミロクワイのバーチャル・インサニティのイメージを取り入れたと発言している。ヒップホップでは 2PAC が遺作のフルー。You Believe In で、ジャミロクワイのマナフストデスティニーをミッシー・エリオットがモーニンググローリーをサンプリングで用いているのが比較的有名。ラ・フェラーリを見る JKJK は熱烈な自動車マニア、特にイタリアのフェラーリのマニアとしても知られ、1996年に発売されたトラベリング・ウィズ・アウト・ムービング・ジャミロクワイと旅に出用のジャケットでは、フェラーリのエンブレムを模したデザインを採用し、フェラーリに対して多額の使用料を支払ったと報じられたほか、コスミックガールの PV には、自らが所有するK40と F355 を登場させた。さらにその後も、ラ・フェラーリなどの最新の限定モデルを買い足すほか、マラネットの本社にもたびたび訪問し、フェラーリのオーナーズマガジンへの紙面にも登場している。また2017年9月に、マラネッロの同社本社内で行われた同社の70周年記念式典では野外ライブを行った。ありがとうございます。